どうぞ、前沢氏の新恋人下行恵子と元家の冴子の決定的違い今回タレントの冴子31と破局した1兆円の男ゾゾタウン社長の前沢友作氏42その前沢氏の新恋人報道が発売中の「フライデーに掲載されて話題だ紙面では会員制レストランに2人が入り店する姿や 愛車マイッファを降りて、上宿の超高級ホテルに入る姿がバッチリ。相手は、17歳年下の女優、下行恵子25。身長161センチ、奄美大島出身の美女だ。高校時代に、新助社長のプロデュース大作戦の新人グラビアアイドル発掘プロジェクトで見出され、日本で最も可愛い素人とと称され、 現在は舞台を中心に活動。元フジテレビの内田京子41や熊切あさび37が在籍している事務所に所属している。前澤氏が恋人募集大オーディションを行い、認められたのだという。芸能リポーターの川内天志氏がこう言う。紗恵子さんは思ったことをズバズバ言うタイプで。 前沢さんの取り巻きによく思われていなかったと聞いています。紗恵子さんもそれを自覚し、取り巻きに誕生日プレゼントをしたり、気遣いは怠らなかったけれど、それを上回る不人気だったそうです。新恋人は、ほぼ無名の女優さんですから、フライデーに乗っただけで大金星。佐恵子よりも、上愛されるという冠までついて、言うことなしでしょう。前沢氏は オーディションと銘打つほどですから、今は、寂しさを埋めることが目的で、2人とも結婚は考えていないのでは。前沢氏の周囲に集まる女性が野心家なのは確かですが、南国奄美大島出身ならではのおおらかさが、金銭に触れたのかも。ただ、自身も実業家として、対等な関係を築き、席は別として、 前澤氏が家族を意識したのは佐恵子さんだけなのではないでしょうか。1兆円男が相手ならお手つきだけでもラッキーか。